まあ、ミルクは人肌でって育児書にもあったでしょ。あなた字も読めないの？嫌だわ、これが離乳食？何でも柔らかくすればいいってものじゃないのよ。食べる身にもなってちょうだい。新しい服が欲しいの。すぐ大きくなるからってバーゲン品を選ぶのは論外よ。新品ジャストサイズ、これ鉄則。やめろ。え？調子悪いって言う割にはいつも通りじゃねえか。それは全部ゆうたくんが悪いのよ。姫ちゃん寝そう。ブランケット取ってくる。見てて。え、抱っこ？私に命令。まあ赤ちゃんだし。ありがとう。あら、やっぱりお母さんがいいのね。ああ、